皆さんおはようございます。今日は改宗が前にいないという礼拝ですけれども、みんなで白鳥さんが取ってくださいますので、これを皆さんに、流せることを本当に感謝いたします。今週は学校が休校だったので、孫がうちにやってきました。うちにやってきてもですね、ゆっくりしてるわけじゃなくて、パソコンに向かって一生懸命宿題してました。なんとなればパソコンで宿題をしたのを担任の先生に送って応答をもらわないとその日済まないということになっておりまして、子どももやはり、自分ながら一生懸命やっているようです。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。それでは一言お祈りいたします。天の父なる神様、今週もそれぞれの場であなたが守っていてくださったことを感謝します。コロナウイルス拡大を防ぐために共に礼拝できませんが、この時期にあなたを呼び求め、あなたに聞き従っていけるようにしてください。あなたは私たち一人一人の生活や考え、心をご存じておられます。あなたは私たち一人一人にとって必要なものを知っておられ、それを事実与えてくださいます。あなたの御子イエス・キリストの苦しみと死を通して私たちを罪の奴隷から自由にしてくださったこと、私たちの闇をご自分で引き受けてくださり、あなたの子としてくださり、あなたを礼拝できるものとしてくださったことを本当に感謝いたします。どうか今私たちにあなたの清い御霊を注いでください。この祈りをイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。今日の説教題は真の礼拝者として生きるとなっております。御言葉は申命記34章7節、短い、御言葉ですけれども、今日はこの1節だけです。モーセが死んだ時120歳であったが、彼の目はかすまず気力も衰えていなかった。モーセは主が顔と顔を合わせて選び出され、神と直接語ったものと言われています。これは申命記34章の10節にありますね。モーセは真の礼拝者だったんです。神を礼拝することによって彼はどのような祝福を受けたのでしょうか。それを今日は考えていきたいと思います。モーセは自分自身の力によるのではなくて、神によって守られました。礼拝によって得られる祝福、その第一は神からの守りです。神を礼拝していくときに私たちは神によって守られます。モーセはエジプト王によって何度も窮地に追いやられた時、神の助けによって委ねられたイスラエルの人々を守ることができました。40年という長い荒野での流浪の旅を続けなくてはなりませんでした。200万人もの民に囲まれてリーダーとして立っていくのは並大抵ではなかったでしょう。これは至難の業です。そしてまたモーセは礼拝することによって燃え尽きないエネルギーを神様からいただきました。私たちはすぐに疲れたり落ち込んだりしてしまいますが、礼拝することによって神からエネルギーをいただくことができます。
そしてまた私たちは礼拝することによって神様から心の癒しを受けます。モーセは疲れた時、問題を抱えた時、一人静かに神の御前に出ました。そこで癒され、そして知恵を与えられ、燃えるようなエネルギーを与えられて前に進むことができたんです。モーセが率いるイスラエルの民はシナイ半島の荒れ野を40年間もさまよい続けました。心に怒りや痛みを抱えながら200万人の民を導くことはできません。そのモーセを支えたのが礼拝でした。彼が神を礼拝することによって受けた神からの祝福でした。モーセはストレスが強ければ強いほど熱心に神に捧げる時間を取りました。モーセは神の助けを借りて人々の不満を収め、身内の反乱を制圧して異民族を打ち破ったのです。また人々に律法を教え、イスラエルの民をより強固な信念のために作り上げていきました。カナンの地を望むモアブの地でモーセはイスラエルの民に向かって遺言とも言うべき別れの演説を行います。これをまとめたのが申命記です。それは神を礼拝し愛さなければならないという思いにつられたものでした。私は前回3月8日の説教でヨハネの福音書から語らせていただきました。この時ヨハネは60年もの間イエス様がなさったこと、語られたことを心の中でじっとじっと見つめ続け、考えながら溢れるような思いで帰したことを皆さんに語りました。そしてもうヨハネは自分が聖霊を受けたことを、その恵みを他の福音書にはないほどページ数を割いて、記したことを申し上げました。ヨハネは福音書の中で繰り返し 彼の前に天が開かれたことを書いています。天が開かれて天の光景をはっきり自分の目で見るまで待ち続け、ついに彼は天の光景を自分のものとし、ヨハネの福音書を書き始めました。このヨハネの福音書においては礼拝という言葉は一箇所しか出てきません。イエス様がサマリアの女と語られる箇所です。4章19節から24節です。拝読します。女は言った。先生、あなたは預言者だと思います。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われました、言われます。イエスは彼女に言われた。私の言うことを信じなさい。あなた方は父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない。そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。
神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。この実はヨハネの福音書全体においては何が書かれているかというと、礼拝について語られています。教えています。ヨハネの福音書を私たちが学ぶことによって、礼拝は私たちに祝福をもたらすものであり、祝福を伴うものであることを語っています。そしてそれを確認できます。モーセの時代、礼拝は幕屋の中で行われていました。ですからヨハネの福音書は幕屋の構造を土台として書かれています。皆さんは幕屋の構造覚えておられるでしょうか。まず幕屋の庭に入り、そして祭壇があります。祭壇では生贄を捧げるバーベキューのような供え物があります。そして天板で、旋盤ですね、旋盤で手と足を洗って、清めて聖所に入り、今度は右にパンの机があり、左に7本の明かりを灯す燭台が灯されています。そして香の壇で、香を燃やして、そして祈り、やがて私たちは至聖所にたどり着くようにヨハネは書きました。ヨハネが私たちに伝えたかったこと、それはたとえ私たちがどんなものであっても神の恵みに預かれることなんです。至聖所に入って証の箱の前に立つことができるなら、神の恵みが流れてきて私たちを変えることができるのです。この至聖所には証の箱が置かれていました。その前には重たいカーテンのような幕仕切りがあったんです。そして至聖所には祭司しか入ることができませんでした。これも一年に一度と決まっておりました。祭司一人しか入れませんから、祭司に何かあった場合に、その仕切りの外にいるものが気がつくように、祭司の裾にはこれは一軸の干した実と金の鈴がつけられていて、祭司がそこで動くと鈴が鳴って響くようになっておりました。祭司が間違ったことをした場合、神の裁きを受けて、倒れて死んでしまいます。そうすると鈴はもう鳴らないんです。そしたら幕の外にいるものがですね、祭司の足に紐がつけてありましたから、その紐を引っ張って祭司を至聖所の中から出しました。それほど至聖所は清められた場所で、一般の方は入れなかったんです。でもイエス様の十字架によって、このイエス様が十字架で死なれた時、その幕は真っ二つに裂けて、それはなくなりました。ですから今の私たちは直接神様の前に出て、その絵の犠牲の動物を捧げることもなくて、神の前に出ることができます。それをイエス様は自分の血潮を流して、くださったゆえに、私たちが可能となったわけなんです。
証の箱の中には大切なものが入ってました。モーセが神様から受け取った10回の板2枚、そして、モーセがもらった神様からもらったこれで奇跡を起こせるようにという神様からもらった杖、それはアーモンドの花が咲く実をつけた生きた木でした。その杖、もらった杖、そして神様が荒野で民を養ったマナ1オメルが壺に入って納めてあったんです。聖女は食材の明かりがなくても神様の臨在がある場所で明るく光り輝いている場所 でした。私たちは施聖所に入って証の箱の前に立つことができるなら、神の流れが流れてきて恵みが受けられます。そしてそれは私たちを変えることができるのです。あのイエス様を裏切ったペテロを変え、そしてヨハネも裏切ったことがあるんです。これはまた別の機会に話していきますけれども、そのヨハネを変え、私たちに福音の確信を伝えてくれたヨハネ、その変えた聖霊は私たち、今の私たちをも変えることができるのです。ヨハネは自分がイエス様から特別に愛された弟子であると感じていました。ですから自分に最も強い関心を抱き、後々に福音書の核心の部分を書くことをイエス様はご存知でした。ヨハネがその核心部分を書くであろう、ということをイエス様はご存知だったんです。イエス様から愛されているという深い確信が彼の内側から溢れ出てきて言葉になりました。それがヨハネが記したものです。私は先日車の往来の激しい道路の脇でひざまずいて礼拝をしている人を目にしました。時計を見たらちょうど3時だったんです。イスラム教徒は1日に5回メッカに向かって礼拝、これは祈りの所作なんですけれども、この礼拝を行います。礼拝することによって、心の安らぎを得るためなんです。私たちクリスチャンもそうですね。私は朝早く蒼天祈祷会に行きます。これは蒼天祈祷会といっても賛美を捧げ、そして牧師先生のメッセージを聞いて、それから自分の時間が許す限り自分が納得できるまで祈ることができる、そういう礼拝なんです。まあ、普段の私たちの日曜日の礼拝は祝祷を持って終わりますけれども、この蒼天祈祷会のこの礼拝は時間制限がありません。その礼拝に、行っております。ですけれども、この月曜日にその教会にいつものように行きましたら、ドアが閉ざされていました。私はそこのメンバーではありませんから、何の知らせももちろん届きません。それで車の中におりましたら5時過ぎに牧師が
いつものようにスーツ姿で、教会に入ってきました。そして、鍵を開けて中に入っていかれました。一人で牧師先生はいつものように礼拝を持つためでしょう。私たちも伝道者として、また信徒として、それぞれなすべき務めを担い続けながら、信仰の生涯を全うした祖先の、先人の姿を思い起こしたいと思います。自分の弱さや罪深さを知って、ボロボロに砕けた人間だけが復活の命のその尊さを知ることができます。復活の命なくして生きていけないということを、砕かれた人間だけが知ることができるのではないでしょうか。私たちが道徳主義に陥ってしまうとき、私たちからその霊性を奪ってしまいます。良い人とイエス様の似姿に似ること、これは違います。世間で言う良い人、それは道徳を守るものでしょう。でも聖書の価値観は違います。どうぞ私たちが世間の道徳に縛られないで、あなたを見上げていけますように。この時期どうぞその霊性が落ちないように守ってください。この受難の時、本当に苦しんでおられる方たくさんいらっしゃると思います。どうぞ神の御前に出て静まり、そして礼拝を捧げてくださいますようにお願いいたします。一言お祈りさせていただきます。神様、ありがとうございます。あなたの深い憐れみによって、今も御手の中で生かされていることを感謝いたします。不安な状況が続いていますが、あなたが今日も支えていてくださっていることを覚えます。私たちには神様のなさることは分かりませんが、今コロナウイルスによって世界中が危機状況にあります。どうぞ国の指導者にコロナウイルスが終焉に向かうための知恵と力を与えてくださいますようにお願いします。全世界の苦しんでいる人々を助けてください。この困難な状況の中で、どうぞ救われる人を起こしてくださいますように。教会の礼拝が一日も早く滞りなく教会でできますようにお願いいたします。どんな時もなすべきことをなしたいと思います。あなたの御霊によって力づけられ、励まされて、前に向かって一歩を踏み出させてください。共におられる主よ、どうぞ見守っていてください。この祈りを復活の主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。